新型コロナウイルス感染拡大により移動が統制され、モロッコに足止めされていた韓国人105人が、韓国製診断キットなど医療用品を輸送するための特別機に登場。3日、韓国に到着した。外交部は、モロッコ在留の韓国人105人がモロッコ政府が提供した特別チャーター機に登場し、 去る二日午後三時二十三分ごろカサブランカムハンマドゴセ国際空港を出発し、三日午前十一時に十四分ごろインチョン国際空港に到着したと明かした。外交部によると、モロッコ政府は韓国から購入した新型コロナウイルス医療用品運送のため当初、貨物機の投入を検討していた。しかし、 韓国政府が韓国人の帰国支援を要請し、これをモロッコ政府が受け入れる形で特別機の投入が決定した。